最初に入選されていかがでしょうか。いやもう純粋に入選してすごい嬉しいなっていうのと、もう本当入選の決定のメールをいただいてすぐに大江監督とまあ共有して、役者の方々とも共有して、で本当にもうみんなで喜びました。本当になんか短い作品なんですけれども、まあ、こんな形で賞をいただいたり、またその賞をいただいたことでメンバーが集まれるし、たくさんの方に見ていただけるっていうのがすごく嬉しいなと思いました。素直に嬉しいですね。今まで私ちょこちょこ出てもこういう賞を受けたことがないので、初めてなんで本当にもう嬉しいです。本当に皆さんありがとうございます。改めて作品の見どころだったりを。そうですね、まあ僕は監督じゃないんですけど、もともと大江監督自身が、まあ、木をてらった作品といいますか、まあ、オチを強調した作品がものすごい好き でそういう脚本を今まで、作ってきたっていうのもあって、で今回の作品も、まあまあ、変わらぬ日々っていう、まあ、繰り返される日常の中にある、まあ一瞬のその違和感であったり、それが最後のオチにつながるっていうその構成は、まあ、見どころかなと思ってます。そうですね、まあ、登場人物は少なくて淡々とお話が流れていくんですけれども、なんか見てる人がどんどん引き込まれていって、最後にえってなっていただけたらいいなと思って見ておりました。私はこの年齢なんで、もう映画ファン歴50年なんですけど、最後の最後にパシッと持っていってそれで終わる、この辺のなんか凄さは切り味ですね。私はなかなか秀逸な映画だとか、自分の出た映画ですけど、誇らしい思いですね。何か制作されている中で印象に残っている出来事がありましたか。そうですね、割と和気あいあいとして、それほど何か特別問題が起きたってことはなかったんですけど、まあ、さっきの舞台挨拶でもあったちょっと食べ物が若干まあ、1日で取り切ったっていう作品なので、まあ、同じこう食事を何度も使い回して、まあ、使用したっていうところで食べた時にもしかしたら美味しくなかったかもしれないなっていうのはあったかもしれないです、まあ、でも全体的にはすごいスムーズに進んで、みんなで楽しく撮影できたかなとは思います。そうですね、美味しくなかったっていうのではないんですけど、息子役をやってた大江監督がこうご飯をこう食べようと思ったら一緒にひっついてきちゃったっていうのがあったぐらいで、はいはい、私はお味噌汁を一生懸命飲んでましたので、あまりその支障は演技の中では支障はなかったんですけど、彼はご飯を食べようとしたかっていうのがありました、ね、息子役は大変でしたね。そうですね、息子さんの役が結構一番大変だったんじゃないかなと思います。私監督には言ってなかったんですけども、縁側の板の間にですね、あぐら君で座っとるシーンがあるんですけど、当然まあ何シーンか何ていうか撮るんですけども、お尻が痛くてねちょっと大変でしたね、まあ、ちょっと細かいことですけど。最後に岩槻映画祭ということで岩槻にお越しいただいたんですけど、岩槻の印象いかがでしょうか。まあ、僕は今東京に住んでるんですけど、まあ、ここの岩槻のここのまあ市民会館周辺の公園であったり、本当なんか自然もすごい綺麗で、すごい過ごしやすい環境で、で本当になんかまあ、プライベートでも何か機会があったらここら辺ちょっと散策してみたいなっていう気持ちにはなりましたね、はい。私は今日は朝大阪から出てきたんですけれども、東北新幹線も初めてでで、ちょっと心配はしてたんですけれども、まあ、雪の影響もなくお天気も良かったのですごくスムーズにつけて、あ、なんか思ってたよりも近いなっていうのが一つと、あとこちら来る途中にお城の後の公園ですか、すごく広いところがあって、もう子どもさんとかいっぱい遊んでらして、
で時間があったら、いや あそこお城の跡の周りは散策したいなっていうふうに思いました。はい、いいとこだなと思います。ね、私ね、岩槻はね大変懐かしい地なんですよ。40年前、ちょっと24の時に、仕事を入社したところで、統計業所に赴任されて、埼玉県担当になって、もう毎日ね川口、それこそもう岩槻でしょ、あと久喜とか加須、関西の人加須とよく読まないんですけど、毎日行ってたんですよ。で今日もね懐かしかったんで駅からずっと歩いてきたんですけど、変わってますね。もうその頃はね東北新幹線もないしディズニーランドもなかった時代だったんでね、もうすごく綺麗になってます。はい、びっくりしました。ありがとうございました。また岩槻楽しんでください。はい、ありがとうございました。